In this television program, we will introduce simple English to guide tourists in 函館。うん。頑張れファンです。今回はカタカナ英語です。カタカナ英語? What is that? カタカナ英語は英語を元にした日本語ですね。Oh. 発音が違ったり、意味が異なったり、英会話で使用すると外国人に通じない場合があります。例えば、いつもスーパーで買ったお弁当をレンジでチンだから、今日のランチはカフェでテイクアウトしたアイスコーヒーとサンドイッチとフライドポテトにしよう。ロミー、yes. 今のわかった？ A little bit. Not really though. OK. ではクイズをしてみましょう。 Sure. Let's try it. ではスーパー、Thank you. You're super too. ありがとうございます。スーパー、スーパー、スーパー、マリオ、スーパー、ニンテンドー。ニンテンドーマリオ。So it just means it's good. そうですね、いいって意味ですね、yeah, yeah, yeah. スーパーはね。Yeah. でもカタカナ英語だとちょっと違うんですよ。Oh. What does it mean? スーパーマーケット。You know, oh, a grocery store. Hi. I was way off. Yeah, I was way off. So, 日本語はスーパー。スーパー。で、英語だと? Grocery store or supermarket. そうですね。はい。では、次。レンジ。レンジ。レン、レンジ?レンジ。レンジ。オレンジ。あ、オレンジ。オレンジ。違います。電子レンジ。電子レンジ。Oh, like a microwave. そうです。Oh. そうです。That's way different. 英語だと? Microwave. か。Microwave. Microwave. Microwave. あ、そうです、そうです。Yeah, yeah, yeah, yeah. Microwave. Microwave. だけど、日本語だとレンジ。レンジ。Oh. これは簡単かもしれない。ランチ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 、うん、ランチ、お、英語も一緒、うん、ランチ、日本語はランチ、ランチ、英語はランチ、ランチ、ノイ、あー、最後ね、あ、日本語は最後ランチだけど、英語はランチ、yeah. 最後のチがちょっと、チチ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 チ、いやいやいや、カタカナ英語と英語の違いを確認していきましょう。スーパー、スーパーマーケット or grocery store。 レンジ、電子レンジ。 Microwave or microwave oven。 チンする、電子レンジで温める。 Heat up in the microwave。ランチ、ランチ。カフェ、カフェ or coffee shop。 テイクアウト、テイクアウト or take away。 アイスコーヒー、 iced coffee。サンドイッチ、サンドイッチ。フライドポテト、フレンチフライズ。 Thank you for watching our program. See you next time. See you next time. Bye bye. See you next time.